ところでよ、みんなはツイッターやってる？新年早々面白いトレンドを見つけてしまったわ。これを見てくれ。スプラ裸なんだこのワードは。スプラ裸がトレンド入りしてたわ。どうやらイカちゃんを裸にできるバグが発見されたらしい裸にできる？やばすぎるバグだろそれは。さすがにコラとかじゃないの？合成でしょ。天下の任天堂様がそんなあからさまなバグを残すなんて、これは開発者に変態が紛れてる説あるくね界隈がざわついてるんで、やり方とか有識者がめちゃめちゃ詳しく書いてくれてたんで検証していこうと思うわ。果たして真実なのかコラなのか、この目で確かめていきたい。まずプラスボタンを押して装備画面を出します。そしたらまず服を脱がしていきます。グヘヘヘ、イカちゃんの服を剥がしちゃうぞ。グヘヘ、危ない危ない。左スティックを押し込むとギアパワー一覧の並び替えができるんで、そこでギアパワーを選択した状態で、ここが重要、 L ボタン、R ボタン、十字キー下を素早く順番に押します。これ同時押しじゃできなくて、順番にチュンチュンチュンって押したらコマンド成功。ここでコツなのが、めちゃめちゃ早く押すのが成功のコツ。このバグはスイッチの処理落ちを利用したバグなんで、処理落ちさせるぐらいの高速コマンドで入力する必要があるわ。 L ボタン、 R ボタン、十字キー下、成功見て見て見て、選択してるギアと実際のギアが違うの分かる？完全に処理が追いついてないわ。この状態で透明ギアを選択します。この中に名前が空白のギアがあるんで、それを選択して戻ります。あ、これだ。空白ギアが出るのはランダムなんで、根拠くやるしかない。靴も同じ方法で透明ギアを選択します。まずはギアパワーを選択した状態で、 L ボタン、 R ボタン、十字キー下、 L ボタン、 R ボタン、十字キー下、高速で入力していく。これを何度も繰り返す。そしたら処理落ちが、処理落ちでギアが変な感じになって、あたあたあた、透明ギア、透明ギア、これを選択すれば靴も成功。服、靴、まあ、頭は、まあ、やってもやらなくてもいい。両方とも透明ギアを選択できたら、最後にマイナスボタンでマイコーデを開き、セット2番の画面で B ボタンを押すと、ドハンできたやばいあー、完全に裸だ。やばいやばいやばい、部長、モザイクとか入れた方がいいじゃない？あ、やばいやばいやばい、これ。あ、モザイク全力だ、これ。やばい、これ YouTube に消されるわ。うわー、ほんと出てきちゃった、これ。ちょっとエモートしてみようぜ。やばいって、これ。犯罪でしょ、犯罪。あ、僕、捕まるかもしれない。今日パトカーに連れて行かれる日かもしれない。みんな今までありがとう。でもこれを目に焼き付けて、僕は幸せです。悔いは、もう、ない。ここのくびれいいよな、ここのくびれ。わかる？腰のところ。この筋肉の部分なんて言うんだろう、骨かな、骨が出てんだけど、鼠径部って言うんだっけ。みんなどのエモートが一番いい？あ、このエモートやばくない？このエモート、これ犯罪でしょ完全に。世の中のスプラプレイはみんなこのバグやってんのか、感慨深いものがあるね。いや、ワンチャン開発者があえてこのバグを残してる説ない？いや、次回のアップデートで消されるか、さすがにこのバグは。明らかにダメだもんな。おお、見て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 、服屋さん行けたんだけど、この状態で。え、装備画面以外も行けるんだ。露出狂になってる。こんな姿で街歩いたら、ズームできちゃった。なるほどね。こうやって、じっくり舐め回すように見ることもできると。背中見ようぜ、背中。やばいな。味をに会おうぜ、味を。味をもびっくりしてるわ。どういうことって。あ、今回足を見れると、足もズームしながら舐め回していく。関節のところがピンクになってるのいいよね。これでガチマ行ってみようぜ。これで対戦できたらやべえだろ。新ギアだ、実質。裸ギア。いや、さすがにバンされるか？どうだ、このローディングがいつもに長い感じがする。これ来たんじゃない、みんな。処理落ちで間に合ってない、ワンチャン。マッチングしていく。どうしよう、一人だけギア履いてないみたいな。ギアパワーがないから実質弱いのか？あれ？あれあれあれ？あれ？あれ？露出強じゃなくなってる。あ、さすがにオンラインではこのバグは適用されないと。オフラインだけか。いやー、まあ、今後もしかしたら有識者が新たなバグでオンラインにも裸できるようになるかもしれない。次はイカガールでやってみるわ。果たしてどうなってしまうのか。ふっ、うわー、やばい、いやー、やばいものを見てしまった。あー、やっばやばいって、これ。完全に、ハレンチだ。イカガールは水着になると。エモートに恥じらいみたいないないか、さすがに。水着ギアになんか似合う頭ギアとかねえかな。これ、ボーイとガールで若干体つき違くない？違うよな。よく見たらだけど。お腹の部分とかちゃんと作り込まれてんだ。ちゃんと違うんだな。性別ないっていうのがスプラトゥーン3だけど、なんだかんだ言って性別あるよな。多分今日の動画の視聴者層、女子1割、男子9割とかになってそう。絶対そうだろう。なんなら女子がチャンネル登録外すかもしれない。でも構わない。僕はこの検証をやり遂げる。YouTuber の鏡として。あ、ここやばくない？
これやばいね。これやばいね。ぐへ、ぐへへ。さすがにイカがわしい。イカだけに。ちょ、タコちゃんでもやってみよっかな。落としてどんな姿になってしまうのか。おお。あ、でもこの顔つきめっちゃ可愛い。このタコちゃんって待機モーションの時に見せる表情めっちゃ好きなんだけど、わかる？あっちゃー。この褐色肌がいいですね。エモートもイカちゃんと違って表情が違うのもなんとも愛らしいところ。じゃあ最後に、タコガール。ふっ、これで体つきを見ていこう。やっぱ試合でめちゃめちゃ鍛えてるから筋肉がめちゃめちゃついてんじゃない？ほら引き締まってる。そういうところも見れると。やばいね、このバグは。見つけた人天才なのかもしれない。みんなバグを見つけた人に敬礼。すっ。